はい、勝ち損ねました。そうですね、結果的にはそうかなっていうふうにまあ思って、まあそうですけど、でもまあそのウォーミングアップとか自分の中でそんなに調子が良くなかったので、その意外に絡んでってるのが、絡んでて、まあ意外に上位トップにいたのが最初の方、自分の中では結構意外で、でもまあそれがワンラップ目の途中で途中崩れたじゃないですか、まあ、やっぱりそこがまあちょっと甘いかなっていう風な、調子が悪かったら悪かったなりの走りは多分前半はできてたんですけど、それが途中からできなくなったかなっていうのがまあそこがもったいなかったなっていうふうにちょっと思ってます、はい、ただ2ラップ目後半まで結構同点で食いついてたんじゃない？くっついてたんですけど、ワンラップ目のどこだっけ7、8、うん、6、7か6、7で自分の中ではちょっと取りすぎた減点だったんですよ、うん、5点、3点で、で2ラップ目はそこは 0-0 だったので、でそう考えるとやっぱりそこのミスは大きかったかなと思ってて、でワンラップ目からミスするかもしれないけど、まあ生きるでしょっていうような気持ちではいたんですけど、でそれがまあミスだったので、まあそこはちょっとまあ悔いが残る部分であるかなと思ってます。でも全体にはなかなか崩れずに走り切れた感じが、そうですね、うん、まあ結果的にはよく持ったなっていうふうに自分の中では思ってます。これが3ラップ目だともっとプレッシャーが大きくなってしんどかったんじゃないかなっていうふうに思って、だからそういう意味で今日は2ラップ制で結構ラッキーだったとか良かったかなっていうふうに思いますね。じゃあこれでこの勢いでもうちょい次は、そうですね、まあ、常に優勝争いに食い込んでいって、まあ、ちょいちょい勝ってきてるって感じですね、はい、じゃあ次ぜひ、はい、てっぺんを期待してます。はい、わかりました、ありがとうございました、はい、お疲れ様です。